よろしくお願いします。ただいまから令和3年度当初予算案内示に伴う臨時記者会見を開始させていただきます。それでは市長、発表をお願いいたします。はい、それでは令和3年度当初予算案について発表いたします。本件については先ほど市議会税理協議会におきまして内示を申し上げたところです。その概要についてご説明いたします。お手元の資料の 2、3 ページをお開きください。では3年度は山形市発展計画2025の2年目の年であり、アフターコロナにおける地方創生の推進など新たな政策を加える計画変更を踏まえ、健康医療先進都市の確立に向けて取り組みを加速するため予算編成を行いました。歳出につきましては国県をはじめとする関係機関と連携し、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大への対策を行うとともに、市民の安全安心な暮らしを守っていくために不可欠な行政サービスを維持確保しながらも重点政策の推進に向けて取り組んでまいります。また限られた財源を効率的かつ効果的に活用するため、事業の見直しによる選択と集中を図り、最小の経費で最大の効果が出るよう精査を行いました。事業の推進にあたっては市民目線によるニーズや効果等を見極め、スピード感を持って取り組むとともに、山形市独自で取り組みが可能なものは優先付けを行い、メリハリのある施策を展開いたします。一方、関係する方々と調整が必要な取り組みにつきましては、丁寧にコミュニケーションを取りながら着実に進めてまいります。なお、海外との交流事業や開催にあたり新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業等への対応につきましては、現時点において実施の見込みや必要経費等を算定することが困難であることから、今後の感染症の拡大状況等を鑑み、適宜補正予算等において対応してまいります。歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響などによる減収や制度改正等に関する情報収集に努め、市税及び交付税等の的確な見積もりを行うとともに、活用可能な国や県などからの交付金等を計上するなど、その確保に努めます。またふるさと納税、クラウドファンディング、ネーミングライツ、広告収入及び財産の売り払いや貸し付けなど、積極的な財源の確保にも努めます。この結果、一般会計の予算規模は966億4200万円となり、前年度当初予算に比較して13億5100万円、率にして 1.4% の増となりました。また9つの特別会計及び3つの企業会計を含めた全会計の予算総額は1884億5001万4000円で、前年度比 0.2% の減となりました。それでは重点政策の主な事業について説明いたします。資料は13ページになります。山形市発展計画2025は、基本方針として健康で生き生きと暮らせるまちづくり、持続的発展が可能な希望あるまちづくり、および発展計画を推進するための共通基盤づくりの3つを掲げ、計画期間に取り組む重点政策として括弧1から8までの8つの柱と括弧 A から括弧 E までの5つの共通基盤で構成しております。はじめに健康の保持増進についてです。健康医療先進都市の確立を目指し、市民の健康づくりに向けた活動を一層推進させるため、食事、運動、休養、社会、禁煙、受動喫煙防止に留意するすくすく生活や、保健所内に設置したシンクタンクで調査研究している重点項目について、より一層の普及啓発を図ります。またすくすく生活の実践による健康寿命の延伸では、健康ポイント事業すくすくの目標参加者を増やすとともに、事業所の健康づくり支援や
体制分測定会の実施などさらなる普及に取り組んでまいります。感染症に強い街づくりにつきましては、感染予防と正しい知識の普及啓発を行うことに加え、新型コロナウイルス感染症に対する妊婦の不安を少しでも解消し、安心して出産を迎えてもらうため、分娩前に新型コロナウイルス感染症検査を行う場合の費用を補助するとともに、里帰りをしなくても安心して産前産後期を過ごせるよう育児家事を支援するサービスを新たに実施します。既存の公共施設等を活用した運動機会の創出では、少子化等に伴い利用が減少している児童遊園、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が活用する広場とするために、利用状況等の検証結果を踏まえ健康器具等を設置いたします。身近なスポーツ施設の整備では、県においで令和3年3月末日をもって用途廃止となる赤レンガ丘陸上競技場を借り受けし、市の施設として管理運営を行うとともに、引き続き県内の各種大会や記録会等が開催できるよう、3種公認の更新に向け、トラック等の回収及び競技用備品の購入等の整備を行います。生活衛生の確保では、滑走路の老朽化及び滑走需要の増加を踏まえ、新たな斎場の整備について検討し、基本構想を策定いたします。医療サービスの充実では、私立病院再生会において新病院に求められる機能や規模などの基本的な方向性を示すため、改築整備計画基礎調査事業に着手いたします。次に、健やかな子どもの育成についてです。教育環境の整備、時代を担う人材の育成につきましては、引き続き国のギガスクール構想に基づき、小中学校においてタブレット端末を活用した ICT 教育の推進を図ります。また新しい時代に必要な資質能力の向上として、オンライン型家庭学習を進めるにあたり、家庭のインターネット環境が整っていない家庭に対してモバイルルーターを新たに貸し出します。さらに情報ネットワークを活用した授業等におけるICT 機器の効果的な運用や、児童生徒の情報機器操作等の支援を行うため、ICT 支援員を12名から16名に増員し、私立小中学校に対する支援体制の充実を図ります。教育活動への支援体制の充実では、地域と学校が連携・協働し、地域全体で子どもたちを支えるため、地域学校共同活動推進員を配置するとともに、地域住民や多様な団体等の参画による地域学校共同活動の推進を図ります。また不登校状態及び不登校傾向にある児童生徒が抱える問題に対処するため、小中学校への教育相談員の配置や給与アンケートの実施により、学校の状況把握および個々の実態把握を行います。さらに各地域の特性を生かした地域とともにある学校づくりを目指すため、学校運営に保護者や地域住民が参画する学校運営協議会コミュニティスクールの設置を進め、令和3年度においては小中学校を合わせて40校に設置します。保育環境の充実では、民間立保育所等における保育補助者の雇い上げや保育支援者の活用に対して新たに補助を行うとともに、これまで行っていた保育士の就職ガイダンス開催に対する補助について、幼稚園教諭等についても新たに補助を行います。また特に待機児童の多い1歳児の受け入れを促進するため、弾力的な受け入れを行う施設に対し、運営費及び増員分の保育士給与の補助を行います。このほか病児病後時保育事業の利用について、感染症のリスク軽減、利便性の向上及び連携中枢都市圏における広域利用の促進を図るため、新たにウェブシステムを導入し、予約手続き等が簡単にできるようにいたします。子育て家庭の負担の軽減では、地域で子どもを見守り健やかな成長を育むために、
子どもの居場所づくり支援センターを開設し、居場所づくりに取り組む団体への助言や地域活動との連携等を行うとともに、新規立ち上げや拡充、移転にかかる費用に対して補助を行います。また子育てに不安や困難を感じている世帯に対して幅広い相談を気軽にできる場を設けるため、子ども家庭総合支援拠点の設置を進めるとともに、国で進めている全自治体間の情報共有システム稼働に対応するため、児童相談ケースを管理するシステムを導入します。結婚、妊娠、出産、育児の切れ目ない支援につきましては、出会い、結婚、新生活支援として、経済的理由により結婚に踏み切れない若年層に対し、結婚に伴う新生活に必要な費用を支援する結婚新生活支援事業を新たに実施いたします。次に地域共生社会の実現についてです。地域福祉の充実につきましては、地域における包括的な支援の充実として、罪を犯した人の再犯防止を図ることにより、安全安心な地域共生社会を築くため、再犯の防止等の推進に関する法律に基づき、仮称山形市再犯防止推進計画を策定します。また引きこもり状態にある方々に対し、早期に適切な支援に結びつけるため、支援方法の検討等を引き続き行うとともに、引きこもり生活者を包括的な支援につなげるため、個別の訪問活動を行う引きこもり生活相談員を新たに配置します。高齢福祉の充実につきましては、高齢者の健やかで生きがいある生活の実現として、高齢者の運転免許証の適切な返納を促進し、閉じこもりの防止や外出の機会の確保拡大を支援するため、70歳以上の免許返納者に対して交付するタクシー券を増額いたします。障害福祉の充実につきましては、自宅から特別支援学校等へ通学している児童生徒の学校送迎にかかる負担軽減を図るため、タクシー等を利用した通学支援を行うとともに、精神障害のある方が地域の一員として自分らしい暮らしができるよう、地域包括ケアシステムの構築を目指します。また聴覚や音声機能の障害などにより意思疎通を図ることに支障がある人を支援するため、窓口に手話通訳者を配置するとともに、自宅にいながら手話を使用し、市へ問い合わせができる遠隔手話通訳を実施いたします。次に創造都市の推進についてです。中心市街地である七日町地区には、登録有形文化財である料亭や歴史的地域資源である御殿石があることから、街路事業に合わせ中心市街地の活性化に結びつく街区整備を行い、町中の回遊性向上及びにぎわいの創出を図ります。また第一小学校旧校舎を活用し、創造都市の拠点施設としての整備を引き続き行い、令和4年9月の供用開始に向けて、テナントの誘致及び創造都市としてのブランディング事業を実施するとともに、新しい市民会館の事業手法を検討するため、PFI 導入可能性調査を行います。文化財保護の充実では、町会合算領所部が所有する県指定文化財随神門の保存修理工事に対して補助を行います。また県連で課が進行している重要文化財鳥居につきまして、令和2年度に行った薬剤処理の実証実験と有識者による検討の結果を受け、修理工事に向けた概算書の作成を行います。次に地域経済の活性化についてです。中心市街地のにぎわい向上につきましては、商業の各店舗であった旧御沼山形本店をイベント等で活用するとともに、中心市街地グランドデザインの推進として、同施設を含むエリアが将来的に中心市街地を牽引する地域となるよう、中長期の活用方法について検討を行います。
中心市街地の機能性の向上では、MaaSの導入に向けた検討を行うとともに、交通結節線とこれを結ぶ公共交通の具現化に向けた整備方針を策定いたします。魅力的な雇用の創出につきましては、市内企業等のへの就職促進による移住定住者の確保として、企業の採用形態の動向を踏まえた大学生向けのセミナーを開催するとともに、大学生、企業等に対するインタビューなどを実施し、その内容を動画やパンフレット等に掲載することにより、大学生と市内企業とのマッチングを促進します。創業しやすい環境整備では、市内の高校生を対象に、創業機運醸成の教育プログラムを実施し、将来的な創業者の創出を図ります。地元企業の経営支援につきましては、地元企業の競争力強化として、山形市売上増進支援センター YBIZ において、アドバイザーの増員等により相談体制を強化し、伴走型支援の充実を図ります。マーケットに対応した戦略的な農林業の振興につきましては、農畜産物の高付加価値化や安定生産による消費拡大に向け、販売農家の7割を占める小規模農家を支援し、農業者の減少や農産物生産量の減少、後継者不足に歯止めをかけるため、小規模農家個人や小規模農家で組織したグループが使用する農業用機械等の購入経費に対し、新たに支援を行います。また、水田での主食用米からの作付け転換を促すため、農業戦略本部で選定した対象作物の生産に必要な農業用機械及び生産施設の導入整備に対して新たに補助を行うとともに、作付け後の収穫量が安定しないネギの作付けについて奨励金を交付します。このほか、公設地方卸売市場の再整備に向け、市場規模機能等について検討し、基本構想の策定を行います。林業の振興では、市産材のブランド化に向け、木材利用に関する普及啓発や木育事業を推進するため、用地に対し木製積み木を贈呈いたします。次に、山形ブランドの浸透と交流の拡大についてです。山形ブランドの浸透と発信につきましては、山形ブランドの認知度向上に向けた情報発信として、ふるさと納税を通じて山形市に関わりを持った方に対し、特産品や観光地、イベント、移住定住等に関する情報を継続的に発信し、ブランド力の向上及び地域経済の活性化を図ります。また、首都圏の大学などに進学している山形出身者に向け、 SNS を活用した情報発信やオンラインを併用した就職支援セミナー等を開催いたします。その他、映像によるシティブランディング推進プロジェクトチームを設置し、動画コンテンツの制作や市職員向けの動画コンテンツ作成研修等を行い、動画を活用した地域ブランディングを推進いたします。ニーズに対応した観光振興につきましては、観光拠点の整備として、道の駅仮称蔵王について DBO 手法による事業者の選定を行い、新たに建物の設計業務に着手するとともに、造成工事やアクセス道路改良工事を実施いたします。関係人口の拡大では、新たに企業版ふるさと納税推進事業に取り組み、市外企業への制度 PR 等を通じて、山形市のビジョンや事業趣旨を広く周知し、パートナーシップの構築等を図ります。さらに、市の業務に民間企業の専門知識、業務経験、人脈、ノウハウ等を生かすため、三大都市圏に所在する民間企業の社員を市に受け入れる、地域活性化企業人交流事業に新たに取り組みます。このほか、首都圏での山形応援団推進事業との取り組みを行い、多様な人が継続的に山形に関わりを持つきっかけを創出いたします。次に、都市の活動を支える基盤整備についてです。都市の活力向上を図るまちづくりにつきましては、景観形成の推進を図るため、
景観重点地区に指定した山寺地区および蔵王温泉地区において、地区が独自に設定した景観形成方針や基準に合致する集計工事等に対して補助を行います。また観光地としての景観を向上させるとともに、災害時の電柱倒壊による被害を防止するため、山寺地区の無電柱化工事等を実施いたします。誰もが快適に利用できる公共交通網の構築につきましては、ニーズに対応した公共交通網の検討として、山形駅東口バスプールにおけるバス発着の集中による利用者の混雑状況を回避するため、市道山形停車場西口線に新たにバスベイ等を実施整備します。また利便性を高める道路網の整備につきましては、東北中央自動車道を活用した地域経済の活性化として、山形パーキングエリアを活用し、山形市の魅力発信、高速道路利用者の利便性向上を図るとともに、近接する西公園で導入予定のパーク PFI と連動した一体的な事業を展開するため、基礎データの収集、需要予測、概略設計及び整備効果の検討等を行います。さらに魅力ある公園の整備につきましては、憩いの場、防災拠点としての都市公園の整備として、西部工業団地内にある公園等の再編に向けた新公園の整備にかかる用地取得を行うとともに、仮称宮町南公園を防災上の一時避難所として整備するため測量設計及び工事を行うほか、商業高等学校の校舎改築事業に伴い、隣接する赤根門丘公園の再整備を行います。都市公園の機能向上に向けた環境整備では、公園の利便性や魅力を高めるためパーク PFI の導入を推進し、西公園において基本設計を行うとともに、西成沢公園及び桜木公園の利用状況調査を行います。災害に強い街づくりにつきましては、防災体制の強化として、大規模盛り土造成地において安全性を確認し、調査・対策工事の危険性を把握する必要性を把握するため、国の示すガイドラインに基づき優先度・危険度判定調査を行います。浸水被害軽減対策の推進では、近年多発する大雨による浸水被害の軽減を図るため、排水ポンプ車の導入にあたり、その車庫建設に伴う設計および調査を行います。また集中豪雨等の頻発化、激甚化による中心市街地の浸水被害の軽減を図るため、雨水施設への接続箇所の増設や集水機能の強化工事を行います。次に環境保全についてです。脱炭素循環型社会の推進につきましては、2050年ゼロカーボンシティの実現に向け、第4次山形市環境基本計画の周知を図るとともに、家庭や事業所における CO2 排出抑制のきっかけとなるよう、国民運動フールチョイスの普及啓発を継続して行います。また再生可能エネルギーの導入を促進するため、住宅等への太陽光発電設備と蓄電池の併設や地中熱利用空調設備の設置に対する補助を引き続き行います。さらに地球温暖化対策の推進のため、新たに高水準の気密断熱性能を有する住宅の建築等に対し補助を行います。自然との共生では、有害鳥獣による生活環境被害防止のため、クマ出没注意喚起の強化、カラスムクドリの追い払い及び鳥獣被害対策の研究指導を行うとともに、新たに地域が一体となり、自らがその対策に取り組む活動に対し補助を行います。次に発展計画を推進するための共通基盤づくりについてです。チャレンジできる環境の創出につきましては、市民や事業者のチャレンジ支援として、中心市街地にある空き店舗を活用し、街中での新規創業出店を継続して支援し、多様な施設の集積による中心市街地の活性化を図ります。
また市職員の意識改革として、赤字職員が組織の枠を超えてまとめた政策を提案するなど、市の政策へ反映できる機会を設けます。広域連携の推進につきましては、連携中枢都市圏の推進として近隣の市町と連携し、経済成長の牽引、工事都市機能の集積強化及び生活関連機能サービスの向上を行うことにより、一定の県域人口を有し、活力ある社会経済を維持するための拠点の形成を目指します。また米の消費拡大、地産地消、地場産業の育成などの課題解決を図るため、同じ問題を抱える山形連携中枢都市圏8つの市町による連携事業として、山形広域炊飯施設の建設運営を行います。共同の推進につきましては、地域自治の推進として安全安心な地域コミュニティ活動の場を確保するため、町内会等が設置する地域集会所の建設補修等に対して補助を行います。男女共同参画の推進につきましては、男女共同参画社会の実現として、地域や職場におけるワークライフバランスを推進し、育免講座等の男性向け講座および男女共同参画講演会を行うとともに、新たにオンライン講座を実施し、来所が難しい方でも受講できる環境を提供します。性の多様性に関する理解促進では、多様な生き方等に対する認識を深めるため、市民を対象とする研修会の開催やリーフレットの配布等を行い、意識啓発を図ります。行財政改革の推進につきましては、持続的発展が可能な行政経営と山形市発展計画2025の効果的効率的な推進に向けて、組織人材財源などの限られた経営資源を有効活用するため、令和2年度に策定した第6次行財政改革プランに基づき、行財政改革を推進します。アフターコロナにおける地方創生の推進につきましては、スマートシティの推進として現状分析や実現可能性等を踏まえた基本計画の策定およびワーケーションの普及など、個別施策の実証を行うとともに、スマートシティの実現を担う人材を育成する活動を支援するため、山形 AIB に対して補助を行います。社会産業分野においては、作業負担を軽減するアシストスーツなど農業機械用具の導入費に対して支援を行うとともに、ドローンを活用したセンシング技術の導入やドローン操縦に必要な資格取得に対して支援を行います。また介護職員との適切な役割分担のもと、ロボットや ICT の導入を促進することにより、介護人材不足に対応し、介護サービスの質の維持向上を図るため、研修会やモデル事業を実施いたします。AI 等の活用による行政事務の効率化では、保育所等の利用調整事務にかかる時間を短縮するとともに、申し込み状況等を分析する機能を待機児童対策に活用するため、 AI マッチングシステムを導入します。 ICT を活用した市民サービスの向上では、市民課窓口にキャッシュレス決済を導入することにより、決済手段の多様化による市民の利便性の向上を図るとともに、納税者のニーズを捉え、市税のスマートフォン収納を導入します。また山形市 LINE 公式アカウントにセグメント配信や通報等の機能を有するプログラムを導入することで、的確かつ効果的な情報発信を行います。以上、予算の概要をご説明いたしましたが、その他の事業等については配布しております内議会資料をご参照ください。私からの発表は以上でございます。それではただいまの件についてご質問をお受けいたします。はじめに管理者の朝日新聞さん、お願いいたします。朝日新聞の鷲田と申します。
まず、事業名を挙げていただいて、資料の中でこれが、まあ、1つ、いくつか、まあ、5つほどですね、こう目玉だというような事業があれば教えてください。はい、お答えいたします。まずですね、総じて、今回の予算の考え方を申し上げますと、まずコロナ対策についてはですね、目の前の対策については合わせて3月議会に提出する補正予算の方にですね、目の前の対策としては掲げさせていただきますので、こちらの来年度予算についてはですね、アフターコロナを見据えた、まあ、キックオフ的な予算がその特徴だというふうに思っております。そうした中で感染症に強い街づくりであるとか、またさまざまな面でのデジタル化、ICT 活用などがですね、散りばめられているというところだと思います。一方で、それなり規模の大きなその目玉的な事業というところで申し上げますと、まずですね、中核市に移行しまして、広域連携で進めてきたものとして、学校給食の炊飯施設ですね、これが大きなところだと思ってます。長年の課題をですね、この中核市連携中枢都市圏の連携によって一つ解決に向けて動き出したというところが特徴だと思います。また茜ヶ丘の陸上競技場についても、これもこれまで課題でございましたけれども、県から引き継いでですね、運営をしていく、これも山形市だけでなくて周辺の市町の皆さんも活用しておりますので、こうしたところが前に進んだら非常に良かったんじゃないかというふうに思っています。またもう一つですね、地域公共交通の計画推進事業ということで、やはりいよいよこの公共交通の問題にさらに力を入れてまいります。来年度はですね、モデル地区をいくつか選定しまして、そこにおいてこの生活の足をいかにしてこれから確保していくかというところに取り組んでいきたいというふうに思っております。また中心市街地の達成化においてはですね、事業名でいうと奈良岡町歴史と文化活用街区整備事業となっておりますけれども、こちらはもともと諏訪町奈良岡町線という街路事業を進めておったんですが、これと合わせてですね、奈良岡町の料亭のある付近を御殿石をうまく利用しながらですね、整備をしていこうという事業でありまして、これも中心市街地グランドデザインを策定してから、それが一つ具体的な計画となったものということで、これもですね、一つ今後の非常に中心市街地活性化の重要な部分と捉えているところであります。私から申し上げるのは以上です。はい、続いてお願いします。メリハリのある予算を検査を行ったということですけれども、今回カットした部分、もちろん上乗せする部分もあったと思うんですけれども、カットした部分、捨てたという言い方もあるんですけれども、カットした部分について市長なりの考えがあれば教えてください。はい、既存の事業ですね、丸々カットというのはほとんどございません。その中で予算の使い方でこういうところは少し減らしても工夫できるんじゃないかというようなところなどの精査は行わせていただきました。やはり必要性のある事業はですね、やっぱり必要でありますので、そうした考え方でその中でより効率的にすることでですね、金額減らせればというような考え方で減らしてきたというところであります。最後にもう一点、予算案が、ずっと増加傾向が今年度からちょっともう含めて続いていますけれども、一方で、自主財源に関しては、5割を切っていて、依存財源への依存度がなお増していて、なおかつ私債の発行も増加傾向が止まらないという現状があります。市長として、適切な財政運営というところでどのようにお考えがありますでしょうか。はい、まず私債残高につきましては、一般の債券発行と
資債の発行とですね、あと臨時財政対策債と分かれてございます。このうち臨時財政対策債についてはですね、今年度国が責任を持って交付税措置をするという予算で、それと性質をやっぱり分けて考えるべきだろうというふうに思っています。さまざまこれまでも新規事業を進めてまいりましたので、そういう意味ではその事業分につきましても増えてきている状況ではありますけれども、これ今後のですね、やはり市政発展のためには必要な予算だというふうに思っております。一方で財政規律につきましてはですね、今このコロナ禍で税収が減ってくるであろうという予測もございますので、こうしたものにですね、さまざまな手段で手当てをしていく、そしてさまざまな事業の予算執行の平準化を行っていく、あるいはそのふるさと納税などで増やす部分をですね、しっかりと取り組んでいく、そうしたことでこの部分を乗り切っていきたいというふうに考えているところでございます。重ねて失礼いたします。資産の残高、そもそも臨財債に関しても決して、市が負担をしないわけではない、将来的には、負担することになると思うんですけれども、そこをどう分けている理由っていうのとですね、あとコロナっていうのはあくまでも今年度主に、要は影響を受けた部分ですが、それよりも前からすでに資債の増加っていうのはあって、なおかつ自主財源の減少っていうのは続いていたと思います。今回を特別なものと見ているのか、それとも長い目で見て調整が必要だというふうに思っているのか、その辺を教えてください。はい、臨財債については先ほど申し上げた通り、これは国が責任を持って手当てすべきものというふうになっておりますし、ルール上もそうなっておりますので、そういう意味で分けて考えていると申し上げました。長期的な財政のありようにつきましてはですね、これは本当に長期的な財政については長期的に返していくというようなことになろうかと思います。特に今はですね、さまざまな施設の長寿命化でありますとか、また建て替えでありますとか、それが今集中している時期でありますので、この時期に一時的にそうした財政の債務残高等が増える状況にはなりますけれども、やはりその状況からどこかでまた収束に向けていくということで、長期的にコントロールをしていくという考え方になります。それでは続きまして、幹事社の共同通信さんございますでしょうか。共同通信坂口です。債務の方について伺わせてください。かなり今回も自然の方ですね、減という文字が並んでいると思います。ちょっと5ページの方だと思うんですけれども、やはりコロナの影響が大きいかと思うんですが、ここ先ほどのちょっとカット処分というところにちょっとつながるかもしれないんですけれども、予算編成の中でですね、こういった減収が見込まれるということに対して、苦慮した点などありましたら教えてください。はい、当然、市税収入が減るということについてはですね、予算編成上非常に厳しいところがあったわけでありますけれども、そこは先ほど申し上げた通り、既存事業のですね、見直しで、金額を減らしたりですね、あるいは今後の組む新しい部分について精査をしたりということで取り組んでくるのと、あとはまた国の方でもですね、そうした部分の手当も逆にございますので、それを生かすということなども考えながら対応していくということで、この度の一般会議についてはこのような形で組ませていただいたということになります。これでですね、最後の、予備費のところですね、昨年の倍ですかね、計上されているところと、コロナウイルスに対応するところということで明記されておりますけれども、まだちょっと第3波、収まりつつあるとはいえ、第4波、第5波とかっていうことも考えられなくはないと思います。
で、そういう意味では、今回の、今年もかなり多額の税負担がかなり含まれたと思うんですけれども、1億というその根拠、もうちょっと組んでもいいのかななんて思うんですけれども、そのあたりの考え方を教えてください。はい、まあ、予備費についてはご指摘の通り、例年より多く、今回計上しております。で、理由はですね、まさにおっしゃられた通り、現在の新型コロナで、まあ、予想外の事態が起こっても迅速に対応できるように今回増額しているという考え方でございます。最近ですね、まあ、最近といいますかこの1年考えましても議会の皆様からもご協力いただいてですね、まあ、通常の年4回の議会がですね、実際にはかなり臨時会ということで、そうした中でも議会の皆さんから大変協力をいただいて、補正予算なんかも迅速に臨時補正で行わせていただきましたけれども、まあ、そうしたこともございますので、予備費としてはですね、5000万円程度の上乗せという形で対応できるのではないかというふうに考えました。ありがとうございます。続きまして同じく幹事社の山形テレビさんございますでしょうか。はい、それでは幹事社以外の皆様からございますでしょうか。はい、読売新聞さんどうぞ。読売新聞さんの方と申します。よろしくお願いします。そうですね、念のため確認なんですけど、市長がおっしゃったその来年度予算の一つ続きでそのアフターコロナ見据えた交付的な予算が特徴とおっしゃってましたけど、これはこの74ページのアフターコロナによって地方創生の推進、こちらにはないという認識でよろしいでしょうか。はい、そうですね、こちらに象徴的なこれはどっちかというと ICT 関係の部分が並んでおりますし、まあ、そういうところがまさに象徴的なのかなということとですね、もう一つはですね、逆に一番最初の ページで言うとですね、16ページ、17ページあたりにはですね、感染症対策、つまり感染症に強い街づくりを長期的に目指していこうという、例えば西口にバスウェイを作ってですね、人の流れをそちらに分散させたりですね、そうした長期的にも感染症に強い街づくりを目指していこうというようなこともございまして、まあ、この2つがですね、やはり、まあ、アフターコロナという意味では象徴的なのかなというふうに思っています。わかりました。すいません、そのアフターコロナ その、まあ、事業の数、もし数としたら何事業になるのかなというと、確認させていただきたいんですけども、ちょっとそれに関するとちょっと財政部長から説明をします。はい、一応財政で予算しているのがですね、アフターコロナに関する地方創生の推進事業として、まあ、36事業ほど事業ベースではあります。36、39、36、一般会計36、はい、わかりました。ごめんなさい、ちょっと74ページの、あ、75ページから、79、例えば39あったんですけど、一般で36、販売計で36時間、はい、あ、わかりました。じゃあちょっとその辺後ほどまた話させてください。それ、再生可能に、はい、はい、とりあえず以上です。ありがとうございました。はい、その他、日本経済新聞さんどうぞ。はい、日本経済新聞さんどうぞ。日本経済新聞の佐山でございます。確認なんですが、今回コロナの関連でですね、予算がどういうふうに変わるのかなと思ったんですが、例えば事業者に対する、休業補償的なものとかですね、これは基本は国が補正予算なりですね、別に示した段階で対応するということで、まあ、そういう臨時的な企業への支援とか、そういうものは、まあ、あまりその新年度には盛り込まずに、アフターコロナのさっきの36と、いうことになっているということで、はい、3月議会で、まあ、これは当初予算、来年度当初予算ですけれども、今年度予算の補正ということで、3月議会で別途それは提案させていただきますので、そちらの方でスピードが大事ですので、そちらの方で、手当てしたいと思っています。
いわゆるその予算全体で考えますと、まあ、こういうコロナの状況ですので、抜本的にですね、いろんな事業の見直しで、まあ、先ほどもちょっと質問ありましたが、選択集中の中でですね、思い切ってこういう事業はもう今年は見送ろうと、そういうものがあったりするのかなと思ったんですが、まあ、基本はそれは今までの行政の継続の中で、いわゆる臨時体制的なものは、まあ、補正でこの組んでいるということなんですね。はい、考え方としては先ほど申し上げましたけども、こう何かをスパッとやめるということではなしに、こう長期的にその時期の見直しといいますか、そうしたことをしていくとか、そういうことでですね、調整していきたいというふうに考えます。ですから逆に市税の方も 5% ぐらいの減少の見込みぐらいで済んでいるということで、まあ、こういう状況でもそこまで自治体財政にですね、もう大変な状況になるというわけでもなかったということで、はい、来年度につきましてはご指摘の通りかと思うんですけれども、この5の影響がまだ読めないところがございます。ですので、コロナが例えばワクチンの普及等によって、収束をしたりですね、そういうことによってこれまで沈滞していた経済活動が再び活性化してですね、また税収等も回復したりというようなことになればですね、問題はないと思うんですけれども、ただその先は分かりませんので、この来年度の経済活動の状況とか税の収入の状況などを見れば、その後やはりですね、抑えるところは抑えなきゃいけないということになるかもしれませんが、そこは本当に状況をしっかりと注視して今後対応していくということになると思います。そうしますと、これだけの、まあ、経済の大きな危険の中でも、まあ、それなりに普通に予算が組めたというのは、かなり、国の党のですね、いわゆる財政的なバックアップみたいなのがあったということなのか、そのあたりどう考えたらいいでしょうか。はい、じゃあ財政部長からこの辺をお答えします。はい、たぶん、市税の原資という9億ほど、ここに書いてあるほどあるんですけども、でまあ、それについてはですね、まあ、国からの分で、例えば固定資産税の不正置き部分っていうの部分が1億ほど来たりとかですね、あと原資補填が、まあ、地方特例交付金というので2億ほど来たりとか、これも資産税の件分ですね、について、来るというような懸念分について来るとかというのもあります。その他にやっぱり臨時財政対策債、先ほど話し上げましたけど、これが15億ほど、まあ、国の枠を確保するというので、まあ、現在のところその市税の原資についてはそういったものでおおむねカバーしているというような予算編成にはなっています。まあ、要はコロナで大変な予算になるんじゃないかなと、しばらく前までは思ってたんですが、まあ、結果的にそこまでなかったということは、広くそういう国の、財政支援であるとか、そういうものがあって、まあ、来年度予算については、今の段階ではそれほど大きな市民に影響とかですね、というものが、まあ、ないということで、はい、そういう意味では、今まであった行政サービスが急になくなるとか、そうしたところにはならないですが、先ほど申し上げた、この長期的に、このコロナの影響が今後どうなっていくのかというところをですね、しっかりと注視しながら今後の財政運営を考えていかなければいけないと考えています。その他ございますでしょうか。 NHK さんどうぞ。 NHK の和田です。よろしくお願いいたします。すいません、資料の42ページのオンラインの関係なんですけれども、7日でにぎわい創出拠点整備事業、これが2月の補正にも、同じ名前で出した、組合だと思うんですけれども、都市予算でのこの7484万円はどういった使い方を考えていらっしゃるのか、あとは、まあ、やはりこう大沼だと市民の方の期待もかなり高いですし、スピード感を持ってやってほしいというようなお話もあるんですが、来年度はこうどのように進めていきたいか、市長の考えをさせていただけたらと思います。はい、まずですね、目の前の対応につきましては、以前も申し上げた通りですね、これからまだ現消費者からの引き渡しですね、のお話が今途中でありますので、そこで引き渡しを受けるべく進めていくことと、先ほどこれも以前申し上げた軒先の活用などはなるべく早くやっていきたいと
関係者とお話をしていきたいということでございます。でこの予算につきましては財政部長から使い方等についてご説明いたします。はい、そうですね、2月補正予算とあとはまあ引き続き来年度も例えば時間経費等に関しては来年も取って入りますので、そういった関係とかですね、あとは機種機器等の保守点検等の経費だとかですね、そういったものが大きい。あとその他にやっぱりイベント等での活用の経費とか、いろいろな金額も見ております。そういった、もろもろの維持、おおむね話しますとその維持管理に要するような契約、点検に関するような経費という形で引き継ぎを受けて中身を見させてもらって、今後どういうふうに活用できるかというのを調べるため、管理のための経費というのがほとんどあります。それにプラスで、イベントの経費というのが入っているというようなことでご理解いただける。ありがとうございます。はい、続きまして河北新報さんどうぞ。河北新報の原口です。まず確認なんですけれども、今年度予算についてでは、これは過去の規模としては何番目になるんですか？いや、財政部長お願いします。はい、過去最大になります。一般会計で言いますと、で14年連続増ということで、平成19年以降からで、まあ、最大、毎年更新しているというような形になっています。それから新規事業についてなんですけれども、公益追加施設の建設事業、ちょっと具体的に内容というのをお教えていただきたいんですが。はい、これについてはですね、経緯がありまして、これまでですね、学校給食で提供しております、生徒さんの食べるご飯についてはですね、県学校給食会という組織がありまして、これは全国にあるようですけれども、そこが取りまとめをしてですね、民間の事業者さんからに発注をして、そして、県学校給食会が山形市やあるいは他の市町も含めてですね、ご飯を学校に配送をしているという枠組みでずっとやってきた経緯がございました。なんですが、ここ数年ですね、山形市でも一つあったんですが、子どもさんの給食に金属片のようなものが混入するような事故がございまして、周辺市町でもございました。何かというと、その今申し上げた枠組みが相当昔にできたものであって、民間事業者さんの設備もですね、だいぶ老朽化が進んできてたんですね。で大変気をつけながらやってきてはいただいてるんですけれども、そういったことが起こってしまったということで、これ何とかしないとということだったんです。しかしその事業者さんもそのこれから生徒数も増えていかない中で、なかなか増えない中でですね、新しい設備投資をそこにするというのは非常に厳しいという話もずっとございまして、山形市単独での問題でなくですね、この市周辺の市町も含めた大きな課題でありました。これは中核市移行をきっかけとして、非常に何て言いますかね、その市境をまたぐ話だったので、なかなか前に進まなかったんですが、中核市移行して連携中枢都市圏という枠組みがあると、これを活用して解決しませんかということで、お声掛けをしたところですね、それをやりましょうということで、山形市内に一つその施設を建てて、そしてそこからご飯を配送するという仕組みをですね、新たに作ろうということで、このここに至ったということなので、一つ連携中枢都市圏の生み出した成果でもあるかなというふうに考えています。そうすると双子例ってのあるんですか？はい、双子例あり、周辺市の、はい、もちろんそれぞれの生徒数などに応じてですね、負担もいただくという形になります。今の話は何パーで、財政部長分かりますか？負担金はちょっとまだ合意に至ってないので、まず来年と建設に入るので、建設費用に関しては、市の負担とか、あとは、国等からの負担、支出金等とか、市債等とかで、まずは賄っていく。で、運営経費等とか、その建設費も含めた負担については、それぞれの加入される市、町と話し合いを今後進めていくという形になってきます。その他ございますでしょうか？朝日新聞さんどうぞ。
すみません、キャプテン失礼します。朝日新聞の町田と申します。今回、アフターコロナを見据えたその予算編成だということでしたけれども、改めて市長としてアフターコロナの山形県というのをどのように見据えているのかというのを教えてください。はい、一番そのアフターコロナといって大きなところはですね、やはり東京一極集中の是正と、こういう、まあ、もともとあった課題なわけですが、これが感染症の脅威という共通の認識のもとですね、よりやはり もう少し分散して、済んだ方がこの国全体としてリスクが少ないんじゃないかと、こういうところがあると思うんですね。でそこにおいてじゃあどういう形になるかといえば、やはりこの各地方における中核になり得るような町がですね、しっかりとこの機会を捉えて、まあ、そうしたものの受け皿にもなっていかなきゃいけないと。で一方でその首都圏では今テレワークなどですね、要は場所をどこにいても同じように仕事ができるという働き方が今模索され現に実行している部分もございますので、そういう意味ではそうした方々がそれぞれの地方で暮らしながら働いていくというような可能性もかなり幅が広がってきたんだろうというふうに思ってますので、そうした意味ではですね、この地方だからといってこう ICT の活用ができないとか、そういうことではいけないというふうに思いますし、地方だからこそ感染症にも強いと、現時点においても山形市の感染者数、まあ、東京などと比べればはるかに桁が違うぐらい少ないわけでありまして、そうしたところをより生かしていくような街づくり、ここが大事なのというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。山形新聞さんどうぞ。山形新聞伊藤です。旧大沼についてなんですが、当初では7400万余りということで、まあ、先ほど部長からお話がありましたように、時間に点検、あとイベントの経費程度ということの、まあ、最近見込めるものという認識だと思うんですけれども、まあ、早期に何らか活用していくということで、さらにその補修なども必要になってくるかと思うんですけれども、その点については、まあ、当初でこれを見込んでおいて、さらに、また何か、実際に点検して必要だと、早急に直したいということになったら、それがその段階で、補正を組むという考えはいかがでしょうか。はい、まずは、実際にですね、点検を引き渡し後をいたしまして、でその部分とあとどのように活用するかというこの活用を希望される方々とのやり取りと両方する中でですね、もう少し手を入れなければということになればですね、その際には例えば補正予算で、まあ、年度途中で、議会に提出するといったようなことはあり得るとは思っております。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、はい、共同通信さんどうぞ。予算に直接じゃないんですけど、関係じゃないんですが、せっかくコロナの話が出たので伺いたいんですけど、今日なんです、すみません。ワクチンの接種についてなんですけれども、今日は特例承認一応される見通しではありますけれども、これについて市長どのように考えかという意見を伺いますでしょうか。はい、まずはですね、ワクチンの承認がなされればですね、一つ希望の光なんだろうなというふうに思っております。我々としてはですね、4月頭ですね、には届くというようなスケジュールが示されておりますので、それに向けてやれることをしっかりとやっていきたいというふうに思いますし、まずはしっかりとその予定している時期に届くということが、これはもう国にはぜひそうしていただきたいなというふうに思っています。すみません、今日いろいろご多忙な五輪の方でやってますけれども、男女共同参画という話もちょっと載ってましたの で、この一連、今川淵会長が抜けないとかという話もあると思います。一連の発言からどのように
見られているのか、あと五輪はかなり今年もあの山形もにぎわうようなあの形になればいいなと思うんですけれども、開催についてどのようにお考えか伺いますでしょうか。はい、まああのそうですね、この度 の, あの発言につきましてはですね、まあ、やはりオリンピックの精神と相容れないものであるし、まあ、当然すべきでない発言だったというふうに思っております。あのオリンピックにつきましては、まあ、いろんな開催の形があると思うんですね。あの例えばお客さんを制限するとか入れないとかですね、まあ、いろんな選択肢があると思いまして、まあ、その中において今検討がなされているものというふうに考えております。いずれにしてもその新型コロナの対策とそれはリンクしてくるものというふうに思っておりますので、あのそこを見ながらですね、あの適切な形で開催していただきたいというふうに考えております。はい、それではご質問、他に内容であれば予算の件です。はい、すみません、大体すみません、あの教育費ってところで、9.9% の減ってなってて、まあ、子育てとかに力を入れていらっしゃる市長なので、ちょっとびっくりしたんですけども、この気候改革っていうのはどういったものなんですか、教えてください。はい、これまでですね、スポーツ政策は、教育委員会の所属だったんですね。それが、企画調整部の方に、今度スポーツ保険課の部分が移りますので、まあ、それによる現実金額が減っていることではございません。よろしいでしょうか。はい、はい、それではご質問内容であれば、これで、本日の記者会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。